オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランス提供フランス365最新ニュースへようこそ。こんにちは、アンサンブルスタッフミキです。本日もフランス365フランス最新ニュースの時間が参りました。どうぞ最後までお聞きください。番組は2部構成でお届けします。第1部は5月第2週目にフランスで注目されたニュースを順番にご紹介します。第2部は第1部で取り上げられたニュースの中からアンサンブルスタッフが選ぶ最も注目すべきニュースを日本語とフランス語を交えて詳しくご紹介します。フランス365フランス最新ニュースは、日本最大手のオンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセがお送りしています。この番組を聞いてくださっているすべての方にフランス語学習に役立つ特別なビデオ講座およそ1万円相当をプレゼントしています。詳細は番組の最後にお知らせいたしますので、ぜひ最後までお聞きください。それでは5月第2週目にフランスで注目されたニュースを順番にご紹介します。電動キックスケーター、9月から歩道での利用が禁止に。5月4日土曜日、現在フランスをはじめとするヨーロッパ各国で大ブームとなっている電動キックスケーターに対し、9月以降歩道での使用が禁止になるとエリザベート・ボルヌ運輸大臣が発表しました。違反者には135ユーロの罰金が課せられます。戦勝記念日を控え、シャンゼリゼを含む広域で黄色いベスト運動が禁止に。5月6日月曜日、パリ警視庁は5月8日水曜日に74回目のヨーロッパ戦勝記念日で、凱旋門のあるシャルル・ド・ゴール広場で追悼式典が行われることを受け、シャンゼリゼ大通りを含む広域での黄色いベスト運動を禁止すると発表しました。黄色いベスト運動による破壊から5ヶ月、凱旋門の修復が終了。5月8日水曜日、第74回ヨーロッパ戦勝記念日の式典に向け、昨年の12月1日の黄色いベスト運動で内部を壊滅的に破壊された凱旋門の修復が無事に終了したと発表がありました。フランス国鉄、5月9日より新料金設定、大人最大3割引。5月9日木曜日、フランス国鉄は新料金体系を導入しました。複雑だった料金設定を簡素化し、利用者の便宜を図ることが目的です。マクロン大統領就任から2年目の支持率 32%。 5月9日木曜日、 BVA 社が4月末から5月初頭に行った世論調査の結果、マクロン大統領の支持率は就任から2年目で 32% となっています。続きまして、アンサンブルスタッフがこの中から最も注目すべきニュースを日本語とフランス語を交えて詳しくご紹介します。今回はマクロン大統領就任から2年目の支持率 32% です。5月9日木曜日、 BVA 社が4月末から5月初頭に行った世論調査の結果、マクロン大統領の支持率は就任から2年目で 32% となっています。大統領就任から2年経った現在、マクロン大統領の支持率は 32%。 これは同時期の前任者オランド前大統領を上回るものの、サルコジ元大統領を大きく下回っています。2017年5月の就任当時は 62% のフランス国民がマクロン大統領に好印象を持っていましたが、1年後の昨年5月には 43% になりました。その後
年間を通して 40% 前後だった支持率は、11月の黄色いベスト運動で最低の 26% にまで下がりました。政策別に見ると、テロ対策では 36% の人がどちらかといえば成功していると答え、フランスの世界での役割に関しても、31% の人が同様に答えています。しかし、ヨーロッパ内での役割では、26% と評価が下げられています。そして、国内政策では、明確に失敗であると評価した人は、73% にも上っています。具体的には、社会問題への取り組みは、71% の人が失敗と評価。また、地球温暖化対策への取り組みも、66% の人がどちらかというと失敗であると答えています。経済政策でも厳しい評価が見られ、財政で 67%、購買力向上への取り組みでは 73% の人がどちらかというと失敗と答えています。4月25日に発表した購買力向上のための政策、例えば少ない額の年金の見直し、所得税減税、シングルマザーへの養育費未納対策などは10点中7点の評価を受けたにもかかわらず、マクロン政権の恩恵を受けたと答えた人はわずか 16% に過ぎません。大統領の人格に関して 59% の人が誠意がないと答えていることからも、昨今の発言への手厳しい批判の裏には国民の大統領への不信感が潜んでいることが伺われます。このように今回の世論調査で大統領の政策及び人格に厳しい評価がつき、特に極右極左の支持者 13% を含む 41% の反対派には、今後再評価される可能性は低いものの、回答者の 39% は今後の成果を待って最終的な評価をすると答えています。今回はマダム加藤様にご執筆いただきました。マダム加藤様、ありがとうございました。ただいまご紹介した内容をアンサンブル講師セバスチャン先生にフランス語でまとめていただきました。なお、セバスチャン先生がご紹介するフランス語原文はフランス365ホームページでもご紹介していますので、原文を確認したい方はホームページをご覧ください。では早速お聞きください。 Après deux ans de mandat, la cote de popularité d'Emmanuel Macron est de 32%. Selon un sondage BVA effectué entre fin avril et début mai, le taux d'approbation du président Macron était jeudi 9 mai, soit la deuxième année depuis son entrée en fonction, de 32%. Bien que ce chiffre dépasse celui du précédent président Hollande à la même période, il est néanmoins bien inférieur à la cote de l'ancien président Sarkozy. Lors de son investiture en mai 2017, 62% des Français avaient une bonne impression du président, mais après un an, le chiffre n'atteignait que les 43%. Par la suite, sa cote de popularité, qui était d'environ 40%,
tout au long de l'année est tombé à son niveau le plus bas de 26% lors du mouvement des Gilets jaunes en novembre. En ce qui concerne les mesures politiques du gouvernement, 36% des personnes pensent que les mesures antiterroristes sont plutôt réussies et 31% répondent de la même manière concernant le rôle de la France dans le monde. Cependant, concernant le rôle de la France en Europe, seulement 26% semblent satisfaits. Et concernant la politique intérieure, la proportion de personnes qui l'ont clairement qualifié d'échec a atteint les 73%. Plus précisément, 71% des personnes ont qualifié d'échec les efforts sur les problèmes sociaux et 66% disent que les efforts visant à lutter contre le réchauffement de la planète sont plutôt un échec. La politique économique a également fait l'objet d'une évaluation sévère. Les gens considèrent que l'action menée est plutôt un échec, notamment dans le domaine fiscal, 67%, et en matière de pouvoir d'achat, 73%. Même si les mesures d'amélioration du pouvoir d'achat annoncées le 25 avril, par exemple la révision des petites retraites, la réduction de l'impôt sur le revenu, la garantie de paiement des pensions alimentaires des mères célibataires, etc., ont reçu 7 points sur 10, seuls 16% des Français ont le sentiment de bénéficier personnellement de la politique du président Macron. Au niveau de l'évaluation de la personnalité du président, 59% des gens le disent sans sincérité, ce qui suggère qu'une méfiance de la population à l'égard du président est cachée derrière les critiques sévères des sondages récents. Ainsi, le sondage d'opinion sur la politique et la personnalité du président a révélé une évaluation sévère, notamment auprès de 41% des opposants, dont 13% des partisans d'extrême gauche. Bien qu'il soit peu probable qu'ils revoient leur évaluation à la hausse à l'avenir, 39%
des Français indiquent qu'ils attendent de voir quels seront les résultats de la politique menée par Emmanuel Macron et le gouvernement avant de prononcer leur évaluation finale. セバスチャン先生、ありがとうございました。今後の政策次第では、フランス国民の信頼回復する時間はまだ残されているようです。今後のマクロン政権の動きに注目していきたいと思います。さて、本日の配信はいかがでしたでしょうか。番組を聞いてもっとフランスに興味を持った、フランス語を勉強したい、そう思われた方はオンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセをご検討ください。アンサンブルでは経験豊富な講師が常に45名以上在籍しています。マンツーマンのフランス語会話レッスンが1回1500円から、パソコンとインターネットがあれば365日世界中どこでも受講できます。アンサンブルが独自に行った調査では、96% の生徒様がフランス語のレベルが上がったとお答えいただいています。アンサンブルの講師は日本語、英語が堪能な方も多数在籍しているので、入門者でも安心です。試験対策、留学準備などもサポートしていますので、全レベルの生徒様に幅広く対応しています。さらに、会員の方にはマンツーマンレッスンだけでなく、無料のグループレッスンにご参加いただけます。レッスンの内容はディクテ教科、発音教科、翻訳教科、そして会話教科という4種類のグループレッスンをご用意しており、いずれも無料で受講できます。ネイティブスピーカーに通じる本物の生きたフランス語を短期間で身につけたい方はぜひアンサンブルアンフランセの無料体験レッスンをご受講ください。あなたのご受講を講師スタッフ一同心よりお待ちしております。この番組を確実にお届けするための方法として、 iTunes や Podcast のアプリの購読ボタンを押せば自動的に配信されますので、ぜひ購読するのボタンを押してください。またオンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセは、毎週金曜日をめどにフランス語学習をメインテーマにしている番組アラカフェットも配信していますので、ぜひ合わせてご視聴くださいね。そしてこの放送を聞いてくださったあなたに素敵なプレゼントがあります。アンサンブルアンフランセお問い合わせ宛てに、お名前フランス365を聞きましたと明記して送ってください。フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座約1万円相当をプレゼントします。たくさんのご応募をお待ちしております。それではまた次回の配信でお会いしましょう。